知らないことが、おいでおいで知ってる、寝かけよう、口笛吹いてさ、びっくりしようよ、あらなのら、調べて納得、うん、そうか、面白地図を広げよう、探検、発見、僕の街。いかついおベンツがメルツェーデスが止めてあります。そしてこの先が飛び田新地ですけど、なんか道行く通行人がですね、途端に若い男性になったように思えます。まあ何をしに来たかっていうのは、まあお察しくださいというやつですね。お察しください。そしてこちらが飛び田の料亭街ですね。昼間だというのにですね、お察しくださいが、若い男性がですね、次から次へとやってきます。そして私もですね、若くはないのかもしれませんが、建物の中から盛んに声をかけられているという、そういう状況です。まあ、こういう男性向けのお察しくださいの街ですね、ススキノとかはね、よく行くんですけれども、よくは行かないんですけれども、そういうところとはですね、ススキノの歓楽街、男性向けのお察しくださいなストリートとはですね、随分向きがやはり異なります。そしてこれが飛び田新地の料亭組合でしょうか。料亭の組合を過ぎてもですね、その先には男性向けのお察しくださいな料亭が所狭しと立ち並んでいます。まあ、ここまで歩いてきて思ったのは、札幌のすすきのにですね、男性向けのお察しくださいな店ばっかり入ったシティボーイズ&ガールズビルっていうのがあるんですけれども、それをね、ちょうど平面にした感じですね。すすきののシティボーイズ&ガールズビルはとにかくね、縦に長いツインタワーのビルなんですけれども、飛び田新地はそういう高層ビルはありません。だいたい2階建てぐらいの料亭が、男性向けのお察しくださいな料亭が多いという、そういう印象です。そして左にはですね、マンションが立ち並んでいるんですが、マンション街との間にはですね、明確な段差ができておりまして、段差でですね、飛び田新地と区切られております。ただ飛び田新地はですね、歩いてみて思ったのは、全然昼間歩いたら怖いところでも何でもありません。強いて言えば、後ろからやってくるこの車には気をつけないといけないなと思います。まあ、車運転する方もね、これ怖いでしょうね。歩行者がすごく多いんで。まあ、道行く男性はですね、まあ、何のためにここに来たかっていうと、まあそれをお察しくださいというやつです。それ以外の目的で来る人っていうのは、まあ、あんまりいないのかなと。まあ、歩いてみたいっていうね、僕のような人もいるとは思いますけど、なのでですね、みんな他の通行人にちょっかいを出そうとか思わないわけですよ。そもそもね、店の前で喧嘩なんて始まろうもんなら、この料亭の玄関で営業している人たちにとっては大迷惑なわけで、速攻で警察が飛んでくることだろうと思います。いや、それにしてもね、もう通行人がほぼ全員ですね、20代から30代のですね、お察しくださいな男性ばっかりですね。そういうお察しくださいな男性を見ているとですね、私もとても親近感が湧くわけです。この前に行った鎌ヶ崎では、私完全に風景から浮いていたと思うんですよ。
私は風景に使わしくない人間だっていうことをですね、歩いていて強く感じたんですけど、ここは違いますね。私はもう完全に風景に馴染んでいると思います。自信があります。多分ね、店の中にいる人から見ても、他の通行人から見ても、私もお察しくださいな男性の一人にしか見えないのではないでしょうか。それにしても店構えというかデザインっていうんですかね、結構やっぱり共通のものがあります。店の名前はですね、まあ、料亭ということで、まあ、漢字で書かれた店の名前が多いなという印象があります。まあ、それは地名であったり、あるいは人の名前であったり、まあ、いろいろなんですけれども、漢字で店の名前が書かれているというのが、そして建物が全て和風というのが、特徴ではないでしょうか。これがね、すすきのになるとね、あの激安ファッションヘルス島村とかね、明日の尿とかね、まあ、なんていうかね、受け狙いみたいな著作権に引っかかりそうな店の名前が多いんですけれども、飛び出しんちはですね、そういうことはありません。この高速道路の向こう側にもですね、飛び出しんちの料亭はあるんですけれども、まあ南海下見橋線の撮影これから控えてるっていうのが一つと、あとはこの高速の向こう側の料亭街はですね、マニアックな、マニアックな感じの、女性がですね、料亭で相手をしてくれるという噂です。まあ別にね、この料亭の中は全部これモザイクかけるんで、女の子の顔がどうとかっていうのはもうこの動画ではわからないようにするんですけれども、なってると思うんですけれども、ちょっとそういうマニアックなストリートには私は今回は行きません。ちゃんとねコインパーキングもあるっていうことで、車でやってきた人にも優しい仕様になっているのかもしれないですね。ただここまで来るとですね、あんまり料亭はないですね。なんかボクシングジムだとか、あのアパートだとかマンションだとか、そういったものが多いですね。そしてここにたこ焼き屋があります。あっちち本舗と書かれています。どうやらここが、本店のようです。あ、ここからですね、阿部のハルカスが一望できるわけですね。すんばらしい。ちょうどお腹も空いてきましたんで、このたこ焼き屋でですね、たこ焼きを食べていくことにしたいと思います。それでは今日はこの辺で。